I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello, people. This is the continuation of Digimon Cyrus's Memory Hackers. Please enjoy. リュウジ君、いきなり呼びつけてすまないね。いえ、問題ないです。早速取り掛かります。お願いするよ。クライアントのシステムがエラーを起こして、どうにもこうにも攻撃されている可能性がありますね。小説はあくびなんかしてると怒られるよ。大丈夫大丈夫。俺、オーナーのお兄ちゃんとマブダチだから。それよりさ、バイトちゃん、仕事終わったら飯でも行かない？残念。私をしっと朝までやもう。おっとっと、いらっしゃいませ。何時間ご利用すか？グロッキーイブ、遠足前夜は眠れなぁ、伝わる？このフィーリング。オッケー！すでにエキサイトしちゃってるアキマキッズに俺様の新曲を聞かせてよ。イエーイ！セミクラスト！ペイさんだぜ。ちょいとアンさん、これから訓練を変わる。手伝いなはれ。いいから黙ってやり。アンさんが
話して。ワッチがユーゴハンと出会ったのは、その時のワッチは金のためだけに動く企業の雇われハッカーでしてな。実を言えば最初もユーゴハンを監視するためにザクソンに送り込まれた身の上です。安心し、ワッチはもう身も心もザクソンをユーゴハンに置いて、ワッチは大事なもんをいただきにした。アンさんにこんな話をしたのは、理解させるためや。二重スパイのアンさん、ワッチにとってユーゴハンは、もし間違ってでも、デモンズに味方して、ユーゴハンに立てつこうとしたら、その、わかってまっしゃろな。わかればいいんどす。安心し、おとなしくしとれば悪くはせえへん。わっちは、アンさんみたいな不細工がきっと好きなんや。たわむれどす。いちいち本気にする。Thank you.
そうかかなわない。下にあるアホ面をめっためったにすることを考えると、夕ご飯は優しいでな。最近いつも美味しいところを止められてしもうて、正直欲求不満感が出てる。アンさんらの体で晴らしておくれよ。はあ、メイドだからってそういうご奉仕は超ごめんなんですけど。Thank you.
負けだよ。さあ、行こう。違いをようやく思い知ったようですが、さて、それじゃあそのまま歯が堪忍しておくれやす。戦闘後はいつも興奮してしまうてな、元が狂うて皮まで剥いてしまうかもしれまへんわ。ほどにもあらしまへんな。これでわかりましたよ。ああいうバカを野放しにすればエデンはどんどん荒れていくんです。ザクソンはそれを紙一重で食い止めてるんだ。それなのによそのチームの連中といえばでかいだけのチームやとか言いたい放題。ユーゴハンも気づく者だけが気づけばいいなんて言い張るし、まあ、そない言うところがアンジュは好きなんだろうな。話はこれでしまいや。バッチの言ったことを忘れるんやないで。ユーゴハを裏切るやつは容赦せえへん。デモンズも近いうちに必ず叩き潰す。アンさんも手出しは。あ、俺悪いんだけどさ。お嬢を病院に迎えに行ってくれないかな。俺もリュウジも仕事で抜けられなくてさ。
丈夫。治療の後はいつもぼーっとする。治療っていうのは、私の記憶をエデンにある記憶サーバーにアップデートして、その分私の脳にある記憶がなくなったわけじゃないよ。脳から記憶サーバーへ記憶を引っ越しさせたって感じかな。記憶サーバーとリンクしている限り、私の記憶量は常人の何倍もあるって言われてるくらいなの。サーバーに上げたデータが勝手に消えることなんてないでしょ。それと同じ。確かに常識じゃ考えられない処置かもね。でもそうしないと私はパンクしちゃうの。だから、やあ、私だ。祭りは楽しんでもらえたかな。どういうつもりか。新しい伝説のその始まりをね。準備は整った。今度こそ直接会って話をし、近々大きな集会がある。そこに。聞こえたよ。今のが君に犯人の情報を流してくるっていうハッカー。まさか言われた通り一人で行く気？本気？絶対怪しいよ。敵陣の真っ只中で会うなんて。奴の出方を見るにはこれしかないって。そりゃそうだけど。分かった。でも協力はさせてよね。もちろんついていたりしないよ。君一人で行けばいいんでしょ。
マイハッキンビジネス。僕たち叶わない。
Whoosh!